ただいまから令和3年12月小矢部市議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は16名で定数に達しておりますので会議は成立しております。日程に入る前に諸般の報告をいたします。地方自治法第121条の規定に基づき桜井市長ほか関係者の出席を求めてあります。本日の議事日程はお配りしてありますので朗読を省略いたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第119条の規定に基づき議長から指名いたします。5番山室秀隆君、6番加藤幸雄君、以上2名を指名いたします。日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって会期は本日1日と決定いたしました。日程第3、議案第47号令和3年度小矢部市一般会計補正予算第7号を議題といたします。議案は配布してありますので朗読を省略いたします。提案理由の説明を求めます。市長桜井盛雄君。本日ここに令和3年12月小矢部市議会臨時会の開会にあたり議員各位にはご出席をいただき誠にありがとうございます。さて現在日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響を受け依然として厳しい状況が続いております。他方新型コロナウイルス感染症につきましては新たな変異株でありますオミクロン株への懸念もございますが全国的に新規感染者数は足元で減少いたしており、富山県においても新規感染者が確認されない日が続くなど、現在の感染状況は落ち着いているところであります。また行動制限も段階的に緩和されており、国はこの機を捉え、コロナ克服、新時代開拓のための経済対策を契機として、ウィズコロナの下で、一日も早く通常に近い社会経済活動の再開を図り、新しい資本主義を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せることといたしております。本市におきましても、こうした成長に向けた機運を途切れさせないためにも、感染拡大の可能性に備えて、市民の皆様方の生命と健康を損なう事態を回避するために、危機管理に万全を期すとともに、感染の再拡大などによる景気下振れリスクに十分に注意をし、地域経済の底割れを防ぎ、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に苦しんでいる住民税非課税世帯や子育て世帯に対して、早急に支援をしてまいりたいと考えております。とりわけ子育て世代に対しましては、国の18歳以下の子どもへの10万円相当の給付に関する指針を踏まえ、本市といたしましては、年内に現金で10万円を一括給付することにより、速やかに生活、暮らしの支援をしてまいりたいと考えておりますので、議員各位には、本市の新型コロナウイルス感染症対策、そして本市のさらなる飛躍に向けて、今後とも格別のお力添えを賜りますようお願いを申し上げる次第であります。それでは、今回提出いたしました議案についてご説明を申し上げます。議案第47号は、令和3年度小矢部市一般会計補正予算第7号であります。今回補正いたします額は、歳入歳出それぞれ
4億7105万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ148億6977万6000円とするものであります。補正の内容といたしましては2点ございます。いずれも国の令和3年度補正予算第1号の成立を受けて、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急対策を講じるものであります。1点目は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費であります。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に対し速やかに生活暮らしの支援をするため、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給してまいります。2点目は子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費であります。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響に苦しんでいる子育て世代を支援する観点から、高校生等までの子どもがいる世帯に対して臨時特別給付金の追加分を支給してまいります。以上が今回の補正予算における新型コロナウイルス感染症緊急対策の概要であります。次に歳出予算を間ごとにご説明を申し上げます。第3巻民生費4億7105万9000円の増額は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費および子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費の増額であります。以上が今回補正いたします歳出予算の概要であります。でこれらの財源といたしましては、国庫支出金4億7105万9000円の増額により措置しようとするものであります。第2条は繰越免許費の補正であります。以上をもちまして、今回提出いたしました議案の説明といたします。何卒慎重なご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。提案理由の説明を終わります。これにより上提議案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので質疑なしと認めます。ただいま上提いたしました議案は、会議規則第37条第3項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、上提議案については、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより上提議案に対する討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。それでは、上提議案について採決いたします。議案第47号、令和3年度小矢部市一般会計補正予算第7号について、原案のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求めます。全員起立であります。よって議案第47号は原案のとおり可決されました。以上で本臨時会に付議されました諸案件の審議はすべて終了いたしました。これをもちまして令和3年12月小矢部市議会臨時会を閉会いたします。